セブンティーンっていう雑誌がもともと好きで読んでて、それで中学3年生になってミスセブンティーン2018に応募しようと思って、それがきっかけで、はい、パッて決める気持ちは多分キックのおかげでついたなと思って、それでモデルも始めれたと思って、いいことばっかりです。格闘技イコール男みたいなイメージがあって、デビュー戦の時も入場する時とかに、え、女子みたいな、そう驚かれて、女子でだっていいじゃないかとか思うんですけど、しかもモデルと両立じゃないですか、どっちかにしろよみたいな。でもそんなの気にしてらんないし、気にしないで試合しました。今はなんとか両立できてるんですけど、この先何あるか分かんないし、でも今はできてるんで頑張ってできるところまで行こうかなと思います。お仕事とかはない日は毎日行くようにしてます。収録ですね、キックが大好きです。で多分キックやってなかったら今の自分はなんだろう、うぬぼれてた気がしますね。負けたら終わりだぞって言われてて、やっぱ負けるといろいろ変わるじゃないですか、モチベーション下がったりだとか。だから今は絶対負けないことを一番にしてます。